これは水流エレベーターです。最高4人まで住める家です。寝泊まりする場所がない人がここに来て寝れる場所です。これは地下学校です。ジェットコースター、他の人の家に着く。スライムトランポリン。ここはトロッコで作ったエレベーターです。